Hey guys, it's me, Yoshi, and this is my younger brother, Kohei. And today we have a special guest. Yes. Special. So let me introduce Fumiya-kun! いやとうとう来ました、この時が。ありがとうございます。ちょっとね、緊張しちゃうよね、やっぱりもうスーパースターなんで、舐めてます。めちゃくちゃ舐めてます。舐めてない、煽ってます。煽ってない、煽ってない。いやでもちょっと今日は本当いろいろ聞いていきたいですよ。はい、文也くんについて。僕たちもね、全然知らなかったわけで、文也くんが緊張してココナッツ飲もうと思って早速行っていいですか。はい。ふみやくんはなんでそんな有名なんですか。なんでそんな有名なんですか。いや、わらな。本当に。いやいや。てか、そうそうだね。もともとはまあなんか日本、フィリピンに語学留学してて、はいはい、でそこで YouTube 始めて、うん、でその後にミノイビッグブラザーっていうなんか現地の、うん、なんだろう、リアリティショーに出る機会があって、はいはいはい、それに出てから。まあ、いろいろフォロワーが増えていったみたいな。いや、そのいろいろフォロワーが増えていったが、まあ、そんなすごすぎるから。でもそもそも俺がめっちゃ気になってたのは、なんで俺のことを知ったのかっていう。僕はテレビで見た。え、うん、日本のテレビで初めて見た。マジで。多分2年前ぐらいに出てて、で嘘だ空港から降りた時にわーみたいな、わーみたいな、ふみやふみやみたいな、何この人みたいなのが first impression。 マジで。いや、すごい。見てた。見てないね。おい、見てないでしょ。全然見てない顔してさ、めちゃめちゃ、うん、そうだよねみたいな。ココナッツ片手。でも、いつ知ったんだっけ。で、教えたんだよね、そうそうそう、多分。そうそうそう、それそうそうそう。じゃあ、ファーストインプレッションはどうなんですか。ファーストインプレッションは、可愛いな。舐めてんな。かわいいってなんだろう。確かに。でも何歳リアルに。でも僕が今年25で、で今年21だ。これ20、これ26ですけど。え、かわいいじゃねえよ。もうやんのか。でも若いよ。あ、いや、ありがとう。若い若い。そうそうそう。若い若い。光栄です。いやいやいや。嬉しいです。あげてください。いやいやいや、すごいよ。そうそうそう。いやでも本当ね、YouTube のフォロワーも200万超え。大先輩です。でもね、先輩、実はこれ多分この吉澤ジャパニーズガイチャンネル見てる人、うん、今日これ皆さん見てると思うんですけど、うん、こうフォロワーさんによるとめちゃくちゃコメント来たんだよ。あ、そうなの。そう、なんかフミヤの、まあ、真似ではないんだけど、フミヤっぽいやつがいるぞみたいな。なんか俺も結構弟と動画撮ってること多くて、ゆうやと動画撮ってて、なんか2人みたいな、フミヤの兄弟みたいなやつが現れたみたいな、ちょっとこいつらみたいな感じで、初めはメッセージ来て、で俺も、あ、そんな人いるんだと思って、そうそう、で、調べたら、もう吉田ジャパニーズがいいじゃんって、で、2人見て、かわいいじゃん。あ、なめてる。おい、ちょっとやる。いや、ちょっとやろう、やっとろうか。いや、すごい、でも本当にすごい、光栄です。いや、声届いたね、そうだね。でもさ、実際さ、なんか動画で言ってたでしょ、なんかこのリアクションビデオみたいなの多分あげてくれて、うん、あ、そうそうそう、で、フミヤ君のハッシュタグの多分吉野サパッナっていう、はいはいはい、吉野サパッナ、はいはいはい、使わせていただきます。いやいや、もう本当に、いや、でもなんかね、俺結構嬉しくて、やっぱりなんか俺日本人で今日本にいてフィリピンで YouTube やってるけど、そういう人が正直いなかったのよ、あんまり。そうだから結構なんかその、もしかしたらファンの人とかも、うん、なんかライバル的な感じの空気感はあると思うけど、うん、俺は割と、あ、嬉しいなっていう気持ちがあって、まあ、あと同時に、あ、負けたくねえなっていう気持ちも、ちょっと弟まあ、確かにね、フミヤ、ヨシ、クユヤ、コウヘイ、そう確かにそこはちょっとね、ちょっと、ね、あるなって思いましたよ。でもこうやってね、同じような業界、同じようなことしてくれる人たちが来て嬉しかった。そう、嬉しかった。よかったでしょ。ちょっとこれカメラ止めていいですか。一回やっていいですか、マジで。うん、いや、そうそう、そうか。でも、もう
困ったらココナッツ飲むって言って、ね、困ったらもう間が怖いから、そうそう、もう喋ることなくなったココナッツの顔してたからめちゃくちゃすごいよね。もうなんて言うんだろう、日本人いい意味でさ、すごい陽気だから、あ、そう、多分それはこうフィリピンに行ってたっていうのもあるだろうし、でもなんか俺もあって思ったのが、2人ともあんまり日本人っぽくないとか、いい意味で、なんかすごい海外感があるなと思ってたけど、海外で育った系ですか。いや、彼は高校2年間アメリカに行って、で僕も大学で1年間アメリカにいたんですけど、なるほどね。でもフィリピンはまだ行ったことなくて、実はなるほどね、なるほどね、そうそうそう、だからなんかそう、動画見たけど英語がめっちゃペラペラだから、2人とも、まあまあおいおいめちゃめちゃ言うなそれちょっとそれ俺がうわこれやばいなと思ったな、いやでもすごいよ、本当にそんな大したことないですよ。で俺がちょっと1個だけ気になったのがあって、ちょっと何個か動画見させてもらったわけで、多分あの俺がやったあのパナシットカント食べてみた、はいはい、あの母親に作ってみた動画があったリアクションして それをリアクションさせていただきました、すみません。そうで、はい、それをまた俺は見たわけよ、はいはい、そうしたらなんか自分の母親結構ファンキーな感じで、めちゃめちゃなんかねパワフルな感じなわけ、はいはい、そうしたらそれを見て2人ともなんか、あ、めっちゃママだねみたいな、あ、はいはい、いやなんかこれはもうママどこもこうよねみたいな言ってたわけよ。だから俺はそうなんだって思って、でその後パンシットカントをお母さんに作ってたでしょ。あ、作りました。で見たらママめちゃめちゃエレガントじゃん。全然ファンキーじゃないじゃん。いやいやファンキーだよね。ファンキーな面を持ってるよ、ね。めちゃめちゃ俺なんかすごいなんかめちゃめちゃなんかエレガントお母さんじゃん。いやいやいや、何言ってんのって思って。ちょっともうあこれ一発やられたわって。でもすごいですよね。これ本当にそういうの言ってて。実際にこの会えちゃうっていう、いやそうそうそう、この時代がね、そう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 、おじさんみたいなこと言ういやコメントにそのフミヤ君のリアクションを やったのよ。そしたらすごいなんか炎の絵文字を送ってくれて、そう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 、燃やしてやるよお前なんて、あちょっとそうそう、でもさこれめちゃめちゃすごいのはさ、みんな日本人なわけじゃん、うん、日本で動画撮ってるわけじゃん、うん、でそれがフィリピンの人に届いて、うん、フィリピンの人がコメントで俺に、ね、うん、DM とか送ってきて、でそれで気づくっていう、いや本当にめちゃめちゃすごくない、いやいやでもありがたいことで、そう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 、だから本当にね、動画の中で言ったんですよ、うん、でフミヤ君に会いたいから、うん、そのコメントでフミヤ君に知らせてくれって訴えたら、本当にいろんな人がやってくれて、そうだね、だからそのおかげで今これ今があるっていう、そうそうそう、これをまさに今見てる皆さんのパワーっていうか、ね、届いて会うことができたっていう、実際に今会ってる、これはマジでアメージングですよ、本当に Thank you、 Thank you、 Really ありがとうございます、ありがとうございます、本当に。でもさ、そもそもなんでさ今フィリピンのさフォロワーが多いわけじゃない、はいはいはい、なんでフィリピン向けにこう YouTube を始めたの。これはもともと YouTube でいろいろ動画を撮ってた時に、うん、イージーミルっていうラッパーにリアクション動画を上げたら、はい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 、すごいコメントが来て、なるほどね、次はこれに見てくれ、次はこれを見てくれって言って、どん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 フィリピン関係の動画を見てったらめっちゃ面白いじゃんってなって、どんどんやってたのね。でそれで最終的にフミヤ君のことも知ったし、うん、じゃフィリピンの人がこんなに陽気でこんなに明るくてこんなにチアフルでっていうところを知って、でこういう文化に触れて、まあ、自分もフィリピンってちょっとこんな状況だから行けないけど、はい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 、行ってみたいなっていうのが掘ったの。もうめちゃくちゃそれすごい、だってそもそもフィリピンまだ行ったことないし、行ったことない、何にも知らなかった、そうだ、ね、何にも知らなかったけど、すごいみんな教えてくれて、ね、そうそうそう、ね、教えてくれて、コメントでいろいろ教えてくれて、でもそれでいろいろ知れるようになった。いやそれはすごいわ。でも俺もフィリピンはもうめちゃめちゃ好きで、あの今コロナ前まではずっとフィリピン住んでたから、なんかそのフィリピンの良さみたいなのを俺は日本人にもすごい伝えたいなっていうのを思ってて、はいはい、それをこのフィリピン行ったことないけどちょっと感じてるっていうのはなんか俺結構嬉しくて、あだからちょっともうどんどんこれからあのフィリピンガンガンやってください、ガン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 ね、アコポシヨシ、おアコポシヨシ、おいおいおっ、ちょっともう見せてやってくださいよフィリピン語
フィリピン好きだよね、好きだよね、アコポシコヘイ、ナイス、甘くないちょっと甘くない弟に、ブラボー、めちゃめちゃちっちゃい声で、めちゃめちゃこうね、裏のあのここで言ってたけど、どこが一番好きですか、これ究極のクエスチョンかもしれない、まあ、フィリピンの、うんうん、多分ね、俺はそれよく聞かれることもあるけど、でも、まあ、場所ももちろんいいんだけど、なんといってもこのフィリピンの人の性格がめちゃめちゃ好きで、もうなんか、なんだろう、明るくて、うん、まあ、ホスピタリティに溢れてるんで、多分これからもうどんどんそれはね感じていくと思うんだけど、いやいや、もうすでにいろいろ感じてますよ、ね、そう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 、だけどね、やっぱリアルに会うとみんなめちゃくちゃ優しいから、うん、あー、そうだね、本当、俺ももともとは本当ただのフィリピンのこと何も知らない留学生だったのが、うん、今自分がこうなれたのって、本当フィリピンの人が応援してくれたから今こうなれたから、うん、フィリピンの人いなかったら今の自分は本当ないと思ってるから、うん、なんかこれがすごいありがたいなと思って、うん、そこはめっちゃ感謝してるし、うん、フィリピン好きな部分だなっていうのはめちゃくちゃ完璧な人間です、本当に完璧な、うん、完璧な人間です、いや本当に言い過ぎです、フィリピンのことまだまだ多分知らないこといっぱいあるじゃないですか、そう、最近シシグを作ったりとか、うん、いろいろやってるんですけど、はいはい、多分まだまだいろいろ ね、 そうだね、知りたいこととか あ、 いい、ね、あって、むしろ教えてほしい、はいはいはい、でもね、ちょっとフィリピン愛で言ったらちょっと俺まだ足りてねえかな、足りてない、うん、足りてねえなっていうのがあるから、ちょっとこれから俺はもうどんどん二人にフィリピン愛をちょっと確かめるために、あの試練を与えていきたいなと、これから試練そう思ってるんで、ちょっと鍛えていきたいなと思ってる、うわ、ちょっと先輩お願いします、大丈夫です、だからちょっとガンガン来てください、ガンガン行きますよ、いやもうあの年内に超えるぐらい、あ、頑張ろうか、ちょっと言い過ぎ、ちょっと俺も頑張んなきゃ、ちょっと、まあ謙虚に、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 あの、はい、追いつくように頑張ります、いや、そうね、でもね、俺も本当になんか刺激になるから、あ、ちょっとマジで、あ、俺も YouTube 頑張ろうって、あ、そうですね、ちょっとここからガツガツやっていきたいと思って、お願いします、はい、こぶしで、こぶしで、お、はい、ちょっと行きたいと思って、行きたいと思います、これからよろしくお願いします、改めて、すみえくん友達になりました、ね、ココナッツタイムかな、好きなフィリピン料理は、おね、カルデレータ、知らない知らない、ほらね、ほら、この人たちエセですよ、皆さん、ほらね、カルデレータも知らないんですよ、カルデレータって何、ほら、カルデレータっていう、トマトをベースとしたなんかビーフカルデレータとかめっちゃ好きなんですよ、ビーフシチューみたいなので、それがめちゃくちゃ美味しくて、ベーコン肉ばっかりんですよ、本当に、ね、ほら、この人たちまだ知らないんですよ、食べたい、ちょっと、もっとフィリピーノラバーをもっと見せてきてよ、はいはいはい、ちょっとじゃあやっちゃおうか、ちょっとこれからね、これからちょっと対決やっちゃおうか、うん、どっちのがフィリピン、あ、いいね、強いか、お、強い、言うね、言うね、どっちが知ってるか、お、言うね、お、言うね、やります、どっちが知ってるかもう言わなくて、ありがとう、宝具合なんですか、今シェイシェイって言うとしたことしたいや、やばいやばい、ちょっとね、これから俺は本当にどれだけのフィリピン愛があるのか、俺はこのフィリピンラバー代表としてね、ああ本当にそれちょっとこれからちょっと負けじと頑張ります、うん、本当に胸借りさせていただきます、いやいやいや、もうボコボコにしてやります、ちょっと打ち返してやります、じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございます、 Thank you for watching our channel、yep. Please follow Fumiya-kun、 Thank you、YouTube, Instagram, Facebook, Twitterany social media accounts he has. Thank you, thank you, thank you. And please subscribe ours too. So see you guys next time. Bye-bye. Bye bye.